こんにちは、バイシムくんです。さて、今日は投票日です。今日は幸福実現党について話そうと思う。私は今回の選挙で、なぜ彼らが真剣に選挙活動をせず、縛りプレイをしているか理解に苦しんだ。なぜ幸福実現党は、幸福実現党名誉総裁である大川隆法氏は、選挙カーに各党党首の守護霊を呼び出さなかったのか。歴代総理大臣の守護霊でもいい、板垣退助の守護霊でもいい、守護霊を呼び出すという圧倒的な能力が備わっているにもかかわらず、なぜ呼び出さないのか。やらかしちゃった研究者の小保方春子なんか呼び出している場合じゃない。この守護霊は党の政策にも深く関わっている。党の対北朝鮮政策としては、自分の国は自分で守る、近隣国の核ミサイルに対処するため巡航ミサイルなど敵基地破壊能力を保有する、中国や北朝鮮の核の脅威に対処するため非核三原則を撤廃し、日本として核抑止力の保有を検討するなど、核武装まで提唱している。低所得者層どころかゼロ所得者の私ニート27歳バイシム君ネトウヨにとっては実に感無量のマニフェストである。そしてこのマニフェストを作った理由としては、キム・ジョンイルの守護霊と対話し、守護霊が核の力で3年以内に韓国を併合、日本向けのミサイルは日本を怖がらせ米国の気力を削ぐ陽動作戦と教えてくれたからである。このように守護霊が党の政策に深く関わっていて、さらには政教分離しなくて何が悪いとの姿勢まで示している。選挙カーのような雑多な場所では無理なのなら、なぜ各党の党首守護霊を集めた霊界党首討論を行わないのか。しかもマニフェストのどこにも守護霊の話が出てきていない。大川隆法氏の守護霊を呼び出す能力をもってすれば、外交戦略なんて赤子の手をひねるようなものだし、戦争が仮に起こってしまっても百戦百勝。孫子曰く、かを知り己を知れば百戦危うからず。にもかかわらず守護霊についての記載を一切載せないのはどういうことか。北朝鮮の防衛政策だって現に守護霊の霊言を借りて決定しているものじゃないか。繰り返し言うけど、彼らは政教分離になってファッキューの姿勢。それに幸福実現党の名誉総裁である大川氏個人の特殊能力なのだから、政教分離にも当たらないに違いない。こうして守護霊について選挙の街頭演説やマニフェストで触れないということは、それは彼らが守護霊なしでも選挙に勝てるという絶対的自信があるからに違いない。今回の選挙結果が楽しみだ。そして同時に提案したい。次回はぜひ守護霊の霊言についてをマニフェストに盛り込んでほしい。選挙カーに呼び出してほしい。板垣退助を呼び出して、板垣シストも自由は施設、自由民主党は死すとの名言を板垣退助からもらってほしい。ぜひチャンネル登録、コミュニティ登録をお願いします。パソコンの方は説明文から、スマートフォンの方は右上の登録ボタンからお願いします。